ファッションとデザインの街でございまして、私資料にもお書きをしているわけでございますけれども、渋谷の文化というのは他者を思いやる、あるいは尊重し互いに助け合って生活をするという伝統と、多様の文化を受け入れてきたという歴史のある町でございます。とりわけ渋谷はさまざまな個性を受け入れてきた寛容性の高い町であるわけでございます。その中で一人一人の違いが新たな価値の創造と活力を生むことを期待し発展してきた町でもあるわけでございます。しかし一方では性的同一性障害の方など性的マイノリティの問題については特定の個人の問題、あるいは教育現場での問題、あるいは職場、あるいは家庭内の問題として取り扱われてまいりました。そのためマイノリティの子どもたちは周辺の人々や友人に温かい理解も得られず、異端視、否定、揶揄、嫌悪の対象とされるため、あるがままに生きることに恐怖心を持っております。未来の展望も描けず、自殺未遂、不登校に至る事例もあると、私どもの検討会に出席した参考人のお話もあります。性的マイノリティの問題は、いまだ医学的に解明されておらず、自己責任の問題として、社会的な温かい支援もなく、孤立して絶望のままに生きております。それゆえ、早い段階から、教育や職場などの社会において、人間の性の多様性について、肯定的な啓発が重要であると考えます。区も社会もさらに国もこれらの声の上げられない人々に温かいメッセージを発信し、性的マイノリティの子どもたちの自尊感情や自己肯定感を高め、合わせて人権感覚を生む大切な機会にしなければなりません。成人となった後も入居や病院、住居や選挙などの生活においてさまざまな差別や社会的な困難が想定されております。このためパートナーシップ証明は法律的拘束力はありませんが、発行要件、発行手続きなどを明確にし、区民や事業者の施策への協力を積極的に働きかけてまいりたいと存じます。そのため男女差別のみならず、性的少数者のために相談窓口を設け、当事者の方々から悩みを受け止め、かつ専門的な事項については、多様性社会推進会議の助言を受けながら、的確に進めてまいりたいと考えております。以上が私のこの多様性を尊重する社会を推進するにあたって、現状、そしてまたこのことに対する渋谷区の考え方、さらにはそのことの改善のための施策等についてお話を申し上げました。東京地裁は、東京地方裁判所は今月13日、渋谷区による野宿者、いわゆるホームレスですね、野宿者の直接強制排除は、違法だと指摘し、渋谷区は野宿者に、賠償金を払えと命令する判決を出しました。最近では水道の蛇口を閉めて、野宿者、いわゆるホームレスに水を使わせないようにしたりもしています。水というのはこれ生存権に関わる重大な問題です。でここから質問です。これはこういう施策は、今桑原区長がおっしゃった思いやり、人権の尊重といったものに矛盾しないでしょうか。柵を張ってロックをかけて、挙句には水まで使わなせないようにすると、これは桑原区長がおっしゃった、人権だとか思いやりとは矛盾してはいないでしょうか。お答えください。渋谷区はですね、毎月です、
4回、これは区の職員がこの地域を回って路上生活者にはですね、働きかけをしている。でそれはやはり一方では、この自分が生活をできないならば生活保護の対象にします、こういう働きかけです。またこの仕事がこのできないならば仕事をこれを就職する、そういう働きかけでもあるわけです。あとそういう形で月に4回回っているということと同時に、一方でやっていることはこの職員がこの医師と一緒に月に2回その人たちのそういう人がいないかということを回っております。それだけではありません。渋谷区の窓口、この年末年始のそういう時にはこの窓口でそういう人があれば我々が対応するかということで、24時間の窓口の中でそういう人たちをこの守るための保護するための対応もやってるわけです。そういった中で我々がこの例えば年末ですけれども、年末年始生活保護の申請は1件、その職員が回った中では0です、いないんです。でこういうことについてはですね、うち渋谷の区議会議員も路上生活者がいないということは知ってるんです。それではなぜああいう時にこの食事をですね、このなんていうんですか、出すために人が集まってくるのか、これは政治活動だ、政治運動だ、こういうふうに思ってます。そういうことに対してはですね、渋谷区はそこまで渋谷区は対応する必要はないんじゃないか、こういうふうに思っているということです。そういうところを作るとですね、トイレにしてもあるいは水飲み場を作ることがですね、非常に人を集めやすいということも言われております。でそのことに対しては地域からもこのことについてはきちっとルールを守ってもらいたい、秩序を守る生活であってほしいと、こういうふうに言っております。しかしここに集まる人たちは火を使うことです、燃やすことです。公園では火を使うことは禁止してます。そういう法令のもとにおいて私はいろんな活動をすることはこれは十二分に認めておりますから、私はちょっと今おっしゃったことは当たらないんじゃないか、このように思ってます。今回の条例は成立しそうなんでしょうか、というのが渋谷区の区議会というと自民党がやはり多数を占めているわけで、その展望について伺えればと思います。私は端的に言って成立するかしないか分かりません。しかし私としては、最初にあったかどうか、自民党がですねこのことについて反対をして、私を推薦する支持者の政党が反対しているということは事実です。しかし私はその他の政党がこれを支持をしていると、こういうふうに聞いております。結果はまだ分かりません。3月31日にはっきりすると思います。念のため申し上げると、私は成立を仮にしなくても相談窓口は置きたい、こういうふうに思っておりますし、教育や職場の現場ではこういったことに対する配慮あるいは理解、そういうことの活動は進めさせていただきたい。議会のできるできないかはパートナーシップ証明は、これだけはですね条例が成立しなければ出せない、こう思ってますけれども、それ以外の活動は我々がこうして性的障害のために苦しんでいる人がおれば、その人のために我々は努力をしなくてはならない、こういうふうに思ってます。さらにも続けて申し上げると、我々はですねそういったものについての推進会議の会議を置いております。それに関する費用、これは予算の中にあります。予算にだけど予算は反対する気配はない、したがってそういう会議を置くこともこれから審議会を置くことも可能だと、こういうふうに考えています。最近日
系企業および外資系企業の LGBT 支援の取材をしている中で、ちょっと伺ったことが、やっぱりあの条例に違反した企業はホームページなりで、公表するということで、渋谷区内の日系企業さんの方から、外資および大手日系企業の LGBT 支援をやっているところに対して、どういった体制整備をすればいいのかという相談が来ていると伺っております。具体的にはその人事規定ですとか、あと細かいことですけど、トランスジェンダーの手術を受けられた後の方 の、 そのトイレの扱いとか、そういったあの体制はどうしたらいいのかと、そういった相談を受け、その渋谷区内の企業から受けてますというふうにお答えになった企業もあります。そういった中でですね、渋谷区さんとしてその性的少数者の方の相談窓口とともに、あの企業の体制整備というのはどういうふうにお考えかを、お伺いできればと思います。今回はですね、渋谷には担当の課長をはじめとする組織を置こうとしております。でその中でやはり今おっしゃったように過料を課すというようなやり方はあまりこの啓発が中心になっていきますから適切でない、こういうふうに思っております。そういった中で我々としてはできるだけこのことを公表するということで一つプレッシャーをかけたい、こういうことを考えている。社会的なこの問題に理解をしない企業は一つ社会的に制裁を受けることがあるんだという意味で我々は公表をすると、こういうことを考えているということでございます。でそういった中で今おっしゃったことについては、私は一方では教育職場には先生方に対してはこういうことへの取り扱いの仕方、あるいはそういう子どもたちへの対応の仕方については、これを渋谷区としてこれをしっかり指導をしていかなくてはならない、こういうふうに思っております。企業に対しては今公表をすると言いましたけれども、専門機関がございますので、そういった中でいろいろとお互いにどういうふうにすれば理解をしていただけるのか、どういうふうにすればまたこの渋谷区と社会が一体となってこれから暮らしていくことができるのか、そこらの話し合いをこの専門家を交えながらやっていきたいなと、このように思っております。さらに加えますとですね、企業もそうでございますけれども、学校においても誰でもトイレといいましょうか、そういう性的なマイノリティの方のためのトイレを準備するとか、あるいは更衣室を用意するとか、さまざまな課題について相談を受けながらそのことへの対応をしていきたい、こういうふうに考えております。Siegfried Nidl, freelancer from Germany. Is Shibuya ward in talks with other wards in Tokyo talking about this issue with sexual minorities? I heard from Bunkyoku they also talked about it and think about to help these people. So is there a broad discussion about it? 私が直接他の区と話をするということはしておりません。でこのことに対する渋谷区のこの審議会からの答申は1月の20日だった、自分のところの作業だけで大変だったというようなことから、よその区とこのことについて話するという機会は持ってございません。私のところで聞こえてきた話ではですね、新聞記者の質問に対してうちは関係はないわと、こういうふうに言われたというアルクーのことを聞いておりますけれども、言うならば渋谷区は外国の方々非常に多い区だと思います。外国からいらっしゃる方が非常に多い区、住んでる人も多い区でございます。そういったことから渋谷区はよその区と同じようには取り扱えないのかな、このように思っております。Yeah, I'm Yuri Kageyama with Associated Press. I think your views on this issue are very different from the mainstream Japanese views. So can you tell us anecdotally why you have become so liberated or enlightened about this issue? Are you gay yourself? My second question is, once this ordinance is passed, you can expect a whole bunch of people to move into your ward. Are you prepared for that?
And also, you know that there are many trucks and protests in your ward, as probably as we speak, you know, opposed to your move to open up your ward for this partnership. What do you have to say to those people, some of whom are saying very negative things about your perspectives?まずなぜ渋谷区がこういうことをやるかということは、私の話お話をしたところにもあるわけでございますけれども、この法があってですね、法律があって事実があるんじゃなくて、私はこの事実があって法があるんだと、こういうふうに思っております。法があってという意味合いは、この性的少数者であるためにですね、自己をありのままに表明できないで、差別的な扱いをされている方々がいらっしゃる、そういう事実があって、そのことに対して、法というのは、そういう人たちにも温かい手を差し伸べる、等しく差し伸べる、それは私は国のやるべきことじゃないのかな、こういうふうに思っておりますから、私は基本的にこのことについては、国が反対するからとかいうようなことは考えていない、むしろいずれかの時期に考えを変えなくてはならないんじゃないか、こういうふうに私は国はそうするべきではないか、こういうふうに思っております。この憲法を例に取り上げてですね、憲法は性的合意に基づいて成立すると、男女の両性の合意に基づいて成立すると、こういうふうに言っておりますけれども、あの憲法の時にはですね、私はこういう性的マイノリティの人のことについては、憲法そのものが気がつかなかったんじゃないか、こういうふうに一方で思っております。もう一点、しかし憲法はそういうことを肯定的に、差別を肯定していたかということになるわけでございますけれども、法は法のもとに平等ということを謳っております。これは憲法の14条でございます。で、この憲法の14条はですね、それはこの性的差別、あるいはこの、人種、国籍、性的、さらには社会的身分による差別を禁止しているというふうに思っております。その社会的身分の中に、私は性的障害者は入るんだ、ですから憲法からいけば、私はこれを肯定的に解釈することが、憲法は、私は正しいんだと、こういうふうに思っているということです。それから、入区に対しては歓迎をするという考え方、この、私は、入区をしていらっしゃることについては賛成、歓迎をするという考え方に立っております。また、この反対する動きでございますけれども、私はこの性的障害の問題は、信条やあるいは信念の問題ではないんだと、事実の問題なんだと、そういうことで苦しんでいる人に、いつまでもこれを人の社会から目に見えないようにしておくだけで、いいことなのかどうなのか、私はそうではないんじゃないか、こういうふうに思っている次第でございます。同時に、反対のための反対もあるようでございまして、そういうパターンのですね、文書も来ますけれども、私はこのことについては、一つ一つ説得をしていきたい、こういうふうに思っております。先ほど区長は、渋谷区内には外国人の、居住者がとてもいいということをおっしゃってましたけれども、多様性のある社会を目指すということで、過去に渋谷区で、ヘイトデモが行われていると思うんですけれども、その多様性を壊す、ヘイトスピーチに対して、まず区長はどうお考えかというのと、今後、そのヘイトデモに対して何か対処していく、お考えはあるか、聞かせていただきたいと。もうすでにですね、ヘイトスピーチやデモはね、渋谷には来ております。で、私自身はそのことについては、何で恐れることなく、きちっと警察と支援を受けながら対応していきたい、こういうふうに思っております。
でまたそのことについてできるだけ理解をしていただく努力はですね、私自身もしなくてはならない、こういうふうに思っておりますけども、何回も言うようですけども、これは信条や信念の問題じゃないんです。そのために己をありがままに表現できない人たちのために我々は努力をしなくてはならないんじゃないか、そういうふうに思っているということでございます。 I'm sorry to call back to the Miyashita Koen issue once again, but the day before the lawsuit on March 13th, you announced a new plan together with Nike to build in a park. Now that you lost the lawsuit, what does that mean for the cooperation with Nike in the future? 今回のその訴訟の件でですね、で3月13日に決定がありましたけど、あとそのナイキ社とのその協力関係っていうのももともとあったと思うんですけど、今後そのナイキとの協力関係についてどういうふうになっていくんでしょうか。ナイキそのものとのですね、私よくわからない、ナイキをなんでこれだけ否定的に社会が評価するかっていうことは分かっておりませんけども、我々は向こうは企業の方と渋谷区とのこの地域貢献ということをキーとしてご協力をさせてくれるっていうしていただけるということだったらね、今度もその関係は維持したい、こういうふうに思っております。その損害についてはですね、我々はこの訴訟の運営の設立さからそうなったと、これは私はそう思っております。当然のことながら控訴をさせていただく、こういう考え方です。法秩序は維持しながらですね、きちっとした今後も行政目的に対して、それをきちっと解決していく努力はですねしないと、私は行政の福祉っていうのはありえないと思ってます。区長、一方で今期でですね、次の選挙には立候補されないという話もしておりまして、今回その場合にですね、この今の動きが後退してしまった場合に、区長ご自身は今後どういう活動をされていくのか、渋谷区とはどういう関わりを持っていかれるのか教えてください。私自身は、議員からはですね、3年前にこのことについての質問があったというようなことからですね、一つの出された課題に対してきちっとけじめをつけていく、これが私の仕事だ、こういうふうに思いましたから、条例という形で返事を返したということに相なりかと思います。その時に、お前が辞めた後どうするんだと、こういうことですけれども、私はこの条例の中にもございますように、一つのシステムを作って、そしてこれは社会が理解をしていく、あるいは正しく理解をし、メッセージを発信していく、そういうシステムは私にはできるんだと、こういうふうに思っておりますから、それはきちっとですね、これをやっておきたい、このように思っております。今回非常に多様性をですね重視した条例ということで注目が集まっていると思うんですが、宮下公園にいるホームレスの方々はそれには多様性には含まれないということでしょうか。私どものね、職員に聞いてもらうと分かるんですけれども、路上生活者については自分たち責任を持ってこれを保護する、あるいは適切にこの指導をすることについてはやってるというんだよ。あそこにはですね、そういう人はいないんで、そういう専門的にですね、どこかから来る、そういう人たちはですね、そっちの組織を持っててあそこにいらっしゃるんであって、これは私はですね、何かの政治運動に利用するためにやってるんじゃないか。我々のやるのは、そのね、苦しんでる人、助けを求める人、そのことについてはやぶさかでないんです。そうでない人までですね、わけのわからない主義主張のためにですね、我々はそのことにまで譲歩するということはないということで、ご理解いただきたいと思います。My question is to Mr. Mayor. I would like to quote Mr. Sadakazu Tanigaki, the LDP president. He said, changing the current family model, of course, he refers to your initiative, this will affect the very foundation of our society, system, and order in Japan. So it seems like you are trying to destroy the foundation of the Japanese system. So what is your message to Mr. Tanigaki in defense of your move? And secondly, short question, how do you have any percentage
of the gay and lesbian in Shibuya Ward compared to the full number of the residents registered? Thank you. 谷垣さんは社会制度や秩序の根幹に関わるとこういうふうに言われたというふうに聞いておりますけれども、社会秩序とか制度とかっていうのはですね、これは人のためにあるものだと思うんです。私は、ね、制度のために人があるんじゃなくって、人のために社会制度があるんだ。その社会制度に問題があれば、これを改善するのが当然じゃないですか。こう言ってるだけなんです。Well, yes, Tanigaki-san mentioned that the issue, this issue lies at the very heart of social structure and order. And I agree with that. And I think social structure and order should be there for the people, not the other way around. So it's not the people who should be there for the system. お話でございましたけれども、これはですね、わからないです。で、なぜわからないかって言ったら、この問題そのものが、やはり社会にこの常にカバーをかぶせられて、人の目から目に見えないような形でこのことがいつも進んでいる。だから知らない人が多い。我々もそういうふうに言えば、あの不登校はそうだったのかなというぐらいの形で、本人がなかなか声を上げられない、そういう状況ですから、私はなかなかわからない、こういうふうに思って、養子の問題ですね、これは私、答えることはできないと思うんです。で、それはなぜかというと、やはりこの今の社会は、性的同一性のないものについて否定的な考え方を持っていますから、そのことを前提とした養子制度、養子制度というのは、あくまでもやはり合法的な対応を求めているんでしょうから、現実にはなかなか難しいと、こういうふうに思っております。日本の社会や家庭の在り方というもの自体を破壊につながる可能性があるという、まあ、言ってみれば公共的な動機からですね、それに反対しているというような要素、そのような正当性があるというふうに思われるかどうか、その辺のお考えをお願いします。私自身はですね、このことに直接答えることはできたかどうか分かりませんけれども、人間社会っていうのはですね、もともとこの正義とか、あるいはこの優しさ、あるいはこの人に対する思いやり、そういう普遍的な原理によって初めて多数の人間が共存することのできる社会を作っていると思うんです。共存する社会を作っているんだと思うんです。で、その時にそういうこの何て言うんですかね、我々のこの普遍原理を正義ないし思いやりとか優しさとか、そういうものを否定すればですね、この社会の共存社会をですね、否定することになるんじゃないか、まあ、私はそう思っております。区長さんですね、こちらの条例なんですが、条例案を、ある議員の方から3年前に質問いただいたということで、その議員、区議さんなんですけれども、確かこの方がですね、ナイキパークをですね、誘致した方と同じ区議さんだというふうに私は理解をしております、乏しい理解なんですけれども。でホームレスの問題もこのナキパークの建設から始まったと思うんですけれども、このですね、区長さん、あ、区議さんですね、渋谷の区議さんが、他の場所でですね、LGBT の活用ということを講演でおっしゃってたようなんです。で、どうもですね、この渋谷区がこの間進められてきた公共財をですね、商業地域にするというような、こういった方向からいきますと、LGBT もこれ、活用じゃないかと、本当に人権の芯から思いやってですね、やられていたかどうかということに、非常に私は疑問を覚えるんですけれども、いかがでしょうか。それともう一つ、この区議さんですね、もし出馬されたらですね、区議長、区長選挙に、区議さんは、区長さんはですね、桑原さんは、この区議さん、多分長谷部さんだか長谷川さんだと思いますけれども、この方をご推薦なさいますか。この2点です。私、前段の質問についてもですけどね、私は自分が目立つためにこの条例を作ったんじゃないんです。自分が目立ちたいために作ったんじゃないんです。あくまで渋谷のこの社会的状況、
議員のそういったことに対して私は一つの合理性があるこういうふうに思ったからこれを諮問にかけた。私はその時点でも結論は持ってなかった、結論は持ってなかった。だけどもそういう方向をそういう人たちからいろいろ意見を聞きながら審議会が開かれて、これからの人権問題じゃないか、ヒューマニズムの問題ではないかということで問題提起を逆に返してもらった。そういう面では私は自分がこうするためにやったものではない、こういうことははっきり言えます。ですからね、あと長谷部とかなんとかという問題は、ことをね一つ歪めて考えるために言っていることで、私はそのことについて私はそういう問題の捉え方は正しくない、こういうふうに思います。 Thank you very much. This wraps up our event. Mayor Kuwahara, thank you for coming to the press club and we wish you all the best. And this we give you one honorary year. あ、そうですか。 One membership for 1 year. Please come again. And you can. Thank you very much. Thank you and have a nice evening. まあ、拙い、答弁でございましたけれども、お許しをいただきたいと思っております。私は考えておりますことは、やはりできるだけ未来に対して、この設計の持てる人生を全ての人に実現することが何よりも大切だ。そのことによって我々は新しい秩序改革をできるんじゃないか、社会改革ができるんじゃないか、そのように思っているだけで、一つもこの邪心は持っておりませんので、ご理解をいただければありがたいな、このように思う次第でございます。今日はありがとうございました。 Well, thank you very much for bearing with my speech and the Q&A session. The only intention here is to create a society where all people can have hopes about the future and their future plans. I think that's the most important thing we have to work on.And that will lead to creating new order and social reform. So it's not based on my personal intentions. Thank you very much. どうもありがとうございました。